はい、こんにちは。ベースのマッキーと申します。今日はですね、御宿というね、海に来てね、ちょっとベースを、弾いております。ちょっと海のね、このね、パワーの力、海のね、偉大な力を使ってね、どれだけベースが弾けるかということでね、今日はね、マッキーチャンネルね、ベースを海でね、ちょっとね、海岸でちょっと弾きたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、なんだろうね、今ちょっとやった、ちょっとハッタリフレーズをね、ちょっと解説しようと思うんですけどね、右手と左手と右手でゴーストノート入れてね、半拍三連でね、やるんですけどね、その後にプルを入れるというね。で、こういう感じでね、ドロチャラッ、トクツタラッ、タクツタラッっていう感じでね。あとはね、ずっとね、たかつたらってこう、1弦の9フレット、7フレット、9フレットでハンマリングして、今度、たらかつたら、つたら、つたらって言って、こう、今度3弦の7フレット、9フレットハンマリング、ここハンマリング、ここかな。ここをね、ずっとハンマリングしていくんですよ。7、9、7、9、7、9、7、9、最初だけ半拍3連、6連の半分、6連符の半分で、ゴーストノート入れた後に、たかつたら、た、つたら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 、という感じですね。7、9、7、9、7、9、7、9、7、9、5、7、5、7という感じで、ちょっともう一回いきますよ。という感じでね、今日はね、半拍、6連の半分の半拍3連でずっとハンマリングで、連打していくというね、こうフィルインの時によく使われる手法なので、ちょっとね、こういうフレーズをね、ちょっとおかずの1曲目のね、なんだろうね、A メロが終わった後とかにこうやってみたりとかね、最後のね、ベースソロのちょっと入りのところにこうドバッと入れてみたりとかするとね、うわ、あいつやるじゃんっていうね、すごいね、こうハッタリ聞かせたフレーズになりますので、みんなも頑張っていかがでしょうか。ありがとうございました。マッキーでした。YouTube チャンネルの登録の方も、もしよろしかったらよろしくお願いします。モテるベースメルマガやってます。よろしくね。さよなら。マッキー流モテるベースメルマガのご登録はこちら。YouTube マッキーチャンネルのご登録もよろしくね。